柏市は奈良県中西部に位置する市。柏市中心部周辺の空中写真。2008年5月15日撮影の6枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図。空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。柏市の西方にそびえ立つ二条山。向かって右側が尾岳。JR 五井道駅前より、 奈良盆地生誕に位置し、地域は二条山の登録の洗浄地に広がる。大阪府に接し、大阪近郊の住宅地として発展。人口増加は著しく、増加率は全国3位。旭川丘ニュータウンや高山台の大規模宅地開発がほぼ終わり、人口増加率の伸びは減少した。それでも、 平成22年から平成27年で3.1%の人口の伸びを記録試験内では、王子町の3.8%に次いで2位となった。大阪府堺付近の関屋付近は、西名阪自動車道や、近鉄大阪線、国道165号が通る、交通の要衝である。二条駅周辺では、柏子場浅日川かニュータウンや高山台、 聖実台などの住宅開発が盛んであり、柏市の人口増加を牽引する要素の一つとなっている。今後、生駒木泉国定公園の区域内でもあり、自然が豊かであることも特徴である。市役所や消防署が置かれるなど、市の中枢。古くからの市街地という顔を持つ反面、近年は、 沈み地区の西名阪自動車道柏インターチェンジ近辺や国道168号沿線で店舗の出店が相次いでいる。桂木野市や大和高田市と接する南部は田園地帯が広がっているが JR 五井道駅の開業にも現れているように宅地化の波が押し寄せている。1983年頃から開発が始まったマミガオカニュータウンは 街づくりが一段落し、成熟期を迎えていると言える。最寄り駅である近鉄五井道駅へは、バス網が張り巡らされている。また、五井道駅から大阪、鶴橋駅までの所要時間が25分以内という、アクセスの良さから、ニュータウン内では、数多くの住宅と、中核商業施設エコールマミが建設され、五井道駅周辺には、 マンションなども多く建設されるなど、市の玄関口として飛躍的な発展を遂げている。すでに設立されていた四家村組合立柏中学校から取ったとされ、そもそも柏は柏島神社に由来するとされる。詳細は柏市議会を参照。柏市内全域の郵便番号は、639から 02XX で、集配業務は、 柏郵便局が担当している。特産市内の主な事業所、企業平成27年国勢調査より前回調査からの人口増減を見ると3.30%増の77,561人であり、増減率は県内39市町村中2位。国立社会保障人口問題研究所調べによると2050年、 の人口は2006年と比して、奈良県の市町村で唯一増加の見通しとなっている。だが、近年は前年同月比でわずかながらも減少する、月が見られ、予想でも人口減少が本格化する時期が、2035年頃から2025年頃と変更され、人口ビジョンの目標値も8万5000程度から7万5000程度まで引き下げられるなど、人口の維持が危ぶまれている。 2011年2015年 3.15%2016 年2020年0.87%人口増加率が鈍化しています大学高等学校中学校小学校国県の機関市の機関 JTB 時刻表では近鉄下田駅を代表駅としている奈良交通貸し橋コミュニティバス 柏市バデマンド交通有料道路一般国道剣道ドンズルポー。ありがとうございます。